楽天Kドリームスがお届けします。トラック競技日本代表チーム応援企画。今回は2021年3月23日に日本代表チーム強化トレーニングプログラムの一部として行われました男女混合エリミネーションの模様をお送りしてまいります。進行役、私スポーツ MC アリーでございます。リモートでの進行となっております。さて、エリミネーションとはこの中長距離種目に分類される集団レースの一つです。2週に1回最後にフィニッシュラインを通過した選手がレースから外されていくという種目です。大人数で始まったレース集団が2週ごとに1人ずつメンバーを減らし、最終的には1対1の勝負で勝者が決まります。オリンピックや世界選手権の舞台では単独の種目としてではなく、4種目の混成競技オムニアムの中の1種目として行われます。コロナ禍で海外の強豪選手たちとの実戦が詰めない中、今回はトレーニングの一環として特別に男子選手にギアやホイールで制限をかけて男女混合のレースが行われました。さあ、それでは出場選手をご紹介していきましょう。ご覧の男子6名、女子6名の合計12名です。注目は何といっても東京オリンピック代表に内定している3選手、女子オムニアム世界チャンピオンの梶原悠未、その梶原とともに女子マリソン日本代表内定の中村千里、そして競輪選手にして男子オムニアム日本代表の橋本英也です。そして何といってもチーム楽天系ドリームスからは鈴木奈緒、吉川美穂、古山紀恵、内野つや香の4選手が出場しています。活躍に期待しましょう。それではここで今回の解説者をご紹介します。チーム楽天系ドリームスガールズ競輪選手、吉川美穂選手です。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。このような解説とかコメンテーターとかは初めてですか、はい、もしかして。そうですね、初めてなんで、すごい今めちゃくちゃ緊張してます。初解説、はい、それではよろしくお願いします。はい、ふんなりですがよろしくお願いします。とんでもございません。背筋150キロって本当ですか？いや、実は養成所では180を超えてました。ちょっと、ね、この間日本の女性かな、女性の平均を調べたら、吉田沙保里さんの背筋も出てきたんですよ。どうでした？吉田沙保里さんに勝っちゃいました。いや、そうでしょ、霊長類最強の背筋かもしれない。その背筋で引っ張られてみたいものですけれども、今回は実際にこのレースに参加していた吉川選手に解説いただくということで、初解説でございます。どうぞよろしくお願いします。このエリミネーションという種目は吉川選手は好きですか、はい、得意ですか？いやー、すごい苦手ですね。そうなんだ。なぜ苦手ですか？もう位置取りがやっぱ激しいじゃないですか。はい。で、私すぐに追いやられちゃうんですよね。エリミネーションという、ね、種目を初めてご覧になる方もいらっしゃるかもしれませんけども、2週に1回こう除外されていく、これどこにじゃあいればいいんですか？そうですね、もう理想は2番手からもずっと、そうですね、かぶせてきた人に合わせて前に出ていくっていう、もうその辺でずっとぐるぐるしてるのがでも一番いいんだとは思うんですけども、それがうまくできるかできないか、梶原選手とかその辺すごく上手なので。なるほどですね。どんどん人数が少なくなると、3番手とかにいても、はい、みんな横に並んで、自分が一番後ろになっちゃうってことがよくあるので、はい、もう恐ろしい種目ですよね。本当にタイヤ差なんていうようなシーンもありますもんね。そうですね。では吉川選手と共にこの男女混合のエリミネーション見ていきたいと思います。さあ、このように抽選を行うわけですね。これ吉川選手抽選の結果は3ですね。もう高1ですね、これは。あ、なるほどなるほど。でもあんまり表情には出しませんでしたね。やっと内心やったって思ってます。残り物にはお足元選手は残り物にはって言いつつ、もう最後だったので引かずにスタートポジションにつきます。
注目こちらでございますね。アルカンシェル光っております。そして橋本英也選手はこの位置からのスタートですね。結構後ろの方だったんですね。さあまずこの抽選で引いたそのポジションからスタートするわけなんですが、やはり後方の選手たちはとにかく前に行かないとということで踏んできますよね。そうですね、もう梶原選手なんて早速一番前まで上がっていきましたよね。後方を見ながらまだですね、この次の周回ですね、次の周でジャンが鳴るんですかね。あ、そうかそうか、はい、もうでもゆっくりしてられませんよね。そうですね、もう私3番手でスタートしたのにもう今最後尾ですね。鐘が鳴りました、次の周回です。さあこれ飛び出した選手についていけばというところなんですが、さあ後方これ決まってくるのか、外からなんとか除外されないためにこう逃れようという動きですけども、最初に除外は内野津也選手です。楽天系ドリームス、うん、やっぱり内側にいるともう逃げ場がなくなるので、なるほど、はい、もう外からスピードのある人が抜きに来ちゃいますね。ポイントレースの、ね、2019年のジュニア世界チャンピオンの内野選手であります吉川選手にとっては120期生同期ですよね。そうですね、部屋も一緒だったので、うん、ああそうですか、はい、もうずっと一緒にいる仲間ですね。なるほど。さあそして2回目のこの除外となってしまうのは、そうですね、これ近谷選手ですね。近谷選手は ね、今年から競輪の選手の養成所に入所が決定しておりますが、さあその近谷選手もあっという間にエリミネートされていきます。そうですね、男子はもうギアも軽いですし、はい、まあ、いつも慣れてない女子と一緒っていうのも気を使ってるのかもしれないですね。そういった部分もあるのかもというところですね、はい、さあ動きますよ、このままの場所でいいのか。あ、これは中村選手が何か今ジェスチャーしてましたね。これこそタイヤ1本分ですか。そうですね、内側にいた今村選手ですか ね、今村選手もねアワーレコード日本記録ホルダーですからね。今村選手もう、ね、うん、ここで脱落。さあ次は誰だ。これはあ新村ですね、新村選手ですか、はい、今年競輪選手としてデビューですね。そうですね、もう同期なんで、そうですね、もう次から次ですよ、鐘が鳴り続けます。そうですね、もう展開が早いですね。休む暇ないですよね、これは。そうですね、もう2週に1回 500m で除外されていくので、これ選手同士はこれ誰が今除外されたかっていうのは、まあ、もちろんあの通告があるわけなんですけども、意識してますか。はい、そうですね、自分が大体あ今後ろにいるなっていうのが分かるので、もうそれで後ろにいる人は大体自分かな違うかなっていうのを、はい、確認してるはずですね。今チーム楽天系ドリームスの福山圭選手がね、除外となりました。そして次の周回鐘が鳴っています。これ吉川選手今危ないんじゃないですか。そうですね、ここで内側に行くのがちょっと、はい、あでも内側の方が足を使わずに、ね、そうなんですか。そうなんですよ、内側が空いてるからどうしても行きたくなっちゃうんですけど、ここはそうですね、外に行かなきゃいけないところですね。ただ外にはもう選手がいたのでラインはなかった。あいや、はい、足を使ってもう外に行くしかなんですね、はい。ここで吉川選手、今日解説いただいているご本人が、はい、除外されるというシーンでございます。はい、本当に残りが6名になりました。6名の中にね、堂々と梶原選手、そして鈴木奈央選手、楽天系ドリームス残ってますね。そうですね、さすが梶原選手も鈴木選手も本当に足のある選手ですよね。ね、
そして今ここでですね、東京オリンピック女子マラソン代表内定の中村千里が除外。その情報を伝えている間にもう次の周回迫ってきます。ずっと橋本英也選手は前にいますね、うん、そうですね、うん、これはまあ除外はされないんですけども、足を使い続けるということになりますよね。そうですね、うんうん、どこまでこれが持つのか。なるほど、はい、さすがといったところですよね。これで大きく離れましたチーム楽天 K ドリームス鈴木尚がここで除外されます。そして残り4選手、橋本英也、小島直樹、梶原優美、そして久保木和重。さあどうする。みんな梶原選手のこと見てないですか。本当そうですよねみんな後ろチラチラとこれもうガチ勝負ですね。本当ですね、もうプライドですかね。うん、男子選手のあ橋本選手ここで、ここで、はい、ちょっと前半足使いすぎましたか。そうですね、もうずっと前引いてましたもんね。3選手に絞り込まれました。小島、梶原、久保木。今久保木が前ということは小島と梶原のこれを差しに行けるか。外から行く小島に見える。差しに行っちゃう余裕がある強いね。さすがもう世界チャンピオンですね。本当そうですね。もう小島選手はもうなすべがないと言いますかね。これ前に出てしまった、ね、さあいよいよ2人に絞り込まれました。世界チャンピオンアルカンシェルが光ります。梶原優美とそして久保木和重。久保木が何度もこの梶原の表情を伺います。ラスト一緒に入っています。サイド見て第2コーナー、あーここで踏み始めます。バックに入ってどうだ、梶原が追いかける。久保木逃げる、久保木逃げる。最終コーナー、最終コーナー立ち上がってくる。少し差がついたか、梶原ここでちょっと緩めた。久保木ここで勝利を決める。チームブリヂストンサイクリング久保木和重優勝です。いやしかし2位に入りました。さすがは女子オムニアム世界チャンピオン梶原優美、素晴らしい走りを見せてくれました。そして解説いただきました吉川選手、7位という結果です。振り返っていかがですか吉川選手。そうですね、もう私の結果はとりあえず置いといて本当に久保木選手と梶原選手のこの一騎打ち、そうですね、すごい、そうですね、迫力ありますね。男女混合エリミネーションなかなか、ね、見られる光景ではなかったはずなんですが、違和感なかったですもんね。そうですね、もう全然負けてないですもんね。本当そうですね。まあこの久保木意地で逃げます。梶原ここで一旦少し下を向きましたね。この瞬間、まあ、あの勝負あったなという状況だったと思います。このガッツポーズです。優勝チームブリヂストンサイクリング久保木和重。学校で結構軽いギアで走ってたんで、今日の大会は結構軽いギアが多かったんで、それで適応できたのかなと思います。エリミは最後梶原さんとの一騎打ちでしたけど、いやもうバチバチでした勝ててよかったです。最終結果です。いや見ている方も楽しい、こういう展開でしたね吉川さんね。そうですね、もう中距離は結構長い時間走るので、はい、結構いろんなところで見どころがあって、そうですね、楽しいですね。そして解説いただいている吉川選手も1日を振り返って、これウォームアップから実際はですね6番目にエリミネートされていくわけなんですが、そのシーンです、はい、このシーン振り返るといや先ほどもそうですね、ここですね、ここですね、ここで外に行ってはい、はい、刺していかないとですね、もうこうなる。もうあれでさらに大外、大外行けば足は使うんですけども、はい、あの逃れられていたと思いますか。そうですね、もうギリギリ残るか残らないかだったんじゃないかなと。なるほど、はい、そこがこのね、エリミネーションの一つの魅力、見どころになっていくんでしょうね。吉川さん解説どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。今後も楽天系ドリームスがお届けしますトラック競技日本代表チーム応援企画、ぜひご期待ください。それではこの辺りでお別れです。どうもありがとうございます。ありがとうございます。